明けましておめでとうございます。今回はですね、今年初めての動画になるんですけども、我がね岩国市はですね、コロナがすごい蔓延してまして、山口県の中でもねコロナの患者が多いという状況になっております。なので、新年ね明けたらね、ちょっといろんなところに行こうと思ってたんですよ。例えば広島とか島根とか、あとはですね福岡とか、いろんなところに行って、撮影をしたいなと、今年こそはと思ってたんですけども、まあねそうもいかないというのと、まあ、ここまでね我慢したんだったら、コロナがね普通の風邪みたいな、ものとして、捉えられるようになるまではですね、まあ、このまんま行こうと、自粛しようとはちょっと違うんですけど、まあ、普段の生活もねしますし、いろんなところにも行くんですけども、まあ、なるべくその考えながら動くってことですかね考えながら動こうということで、まあ、とりあえずはねしばらくの間は、この岩国市内で撮れること、家の中で撮れることっていうのをねお届けできればいいなと思ってます。新年早々ねこんな感じになると思ってなかったんで、見ていただいている方にはですね申し訳ないんですけれども、まあ、今しばらくねこういった動画が続くということをご了承ください。ということで今回はですね、新年初のレビュー動画となります。ナチュラルドロップさんのテントコットというものです。あんまり聞き慣れないメーカーだと思うんですが、おそらくね主にクラウドファンディングで販売してるのかな。で、僕はですね以前これのコットをレビューしたことがあります。で、今回の製品はですね同じようにコットなんですけども、コットとねテントが一体化したような高床式テントみたいな、まあそういったね商品となってます。こちらがですね今クラウドファンディングで販売中ということで、こちらをご提供いただいております。収納時のサイズはですねだいたい60センチぐらいでしょうか。テントの方がだいたい60センチぐらいとなってます。で、横幅はそうですね16センチというところかな。で、コットの方はですねちょっと短めなんですけども、まあだいたい50センチぐらいかな、50センチぐらいの横がね19センチぐらい、18センチか19センチぐらいという風になってます。まあ、直径はですね15センチぐらいなので、まあ、自転車とかバイクに乗せようと思えば乗るかなという感じです。で、こちらがコットでこちらがテントですが、袋にも特徴がありまして、コットであればこういった感じのねマジックテープがついてます。で、テントであればこういったねフックがついてます。で、これどういうことかっていうと、組み立てた後にですねこの収納袋って結構普段ね遊んでるじゃないですか。まあ、言ったらどこに行ったか分かんなくなったりもするんですけど、この収納袋をね別の、収納として生かそうというような作りになってます。じゃあまずですねコットから開けていこうと思うんですが、コット開けるとまずこれがね足です。廃炉を切り替えるやつかな。で、これが足のフレーム部分で、こちらが、フレームが2つ、そしてコットの生地と、まあ、組み立て自体は簡単なんですよ。すごくコットをご紹介した時に女性でも子供でも組み立てられるというようなご紹介の仕方をしたんですが、まさにそんな感じで、組み立てる時にね力がほぼいりません。この生地の端の部分ですね、端の部分にフレームを通していきます。で、この反対側ですね、反対側をこれ今出っ張ってる状態なので中に入れてあげると。で、前もですねこのコットを動画でやったんで、まあ改良されてますけどね、改良されてる前のコットを動画でやったんで、まあ、見てる方はね分かってると思うんですけども、組み立て方としてはですね、この足先っぽの部分をフレームにかませて、ここですね、ここのロックを外します。押すと外れるんで開いてかませて閉じると、これだけです。で、この方式のコットっていうのがねほんと組み立てやすくて、もう何て言うんだろうな、力でこうグイッてやらなきゃいけないようなコットにはもう戻れないですね。よし、とりあえずこれでコットのね本体部分終わりましたんで、足を継ぎ足していこうと思います。もうね足の延長もすげえ簡単なんですよ。袋の中にこういった感じで足が入ってますんで、もう差し込むだけです。
差し込むとねカチッと音がしますん で、 今ですね撮影のためにあの地面に転がしてあの撮影しやすいようにやりましたけど、慣れるとねおそらくこのコット自体を地面につかさずに設営ができるようになると思います。まあ、地面がぬかるんでる時とかもありますんで、まあ、地面につかずに設営できるっていうのはねかなりいいんじゃないかなと思います。裏面なんですがここに隠しポケットがあります。マジックテープ式になってるんですが、まあ、ちょっとした小物ですよね。そういったものを入れられるようになってます。でこちらがね表側になるんですけども、こちらにも小物入れついてます。まあ、この辺とかペンライトとか入れたりするのかな。ボールペン、ボールペン使わないけどボールペン入れるやつっぽいなと、まあ、もうちょっと太い感じのやつと、まあ、ちょっと小物が入るような作りとなってます。まあ、こんな感じで使うだろうなってところでいくと、財布、携帯、鍵、例えば財布はこの中入れといて、スマホは入らない、スマホじゃあここ入れましょうか。スマホ入れて、僕ちょっとねジャラジャラしてるんであれですけど鍵を置いて、ボールペン、ボールペン使うんかなこれ。まあ、なんかボールペンに準じた大きさのものっていう感じですかね、を入れられるようになってるということです。でこちらのコットなんですが、こんな感じでね両サイドにループがついてます。手前の方もついてますし、こっち側もねついてます。まあ、ループがついてますので、さっき鍵をねこの中入れようとしましたけど、こんな感じでカラビナさえついてればこういう風に引っ掛けることができます。でコットの大きさなんですけれども、長さが190センチ、幅が65センチとなってまして、高さはね2段階調整できるようになってます。さっき足をつけましたけども、足をつけると高さ40センチ、足を外すと高さ20センチの、この2段階の高さを楽しむことができます。でコットの重さとしてはですね 3.48kg となってますので、まあ、片手で十分ですね女性でも運ぶことができると思います。じゃあ試しにちょっと座ってみましょう。こんな感じです。まあ、張りも十分ありますんで、まあ、寝っ転がってもね、まあ、このコットも使ってるんでもう信頼はしてるんですけども、こんな感じで余裕ですね。で、まあ、ここまでがね普通のコットです。こんな感じでコット単体で使っても十分使えますし、快適なコットであるというところで、まあ、ここまでは普通なんですよ。普通のコットなんですけども、今回はここにテントがつきます。そうだそうだ、テントをつける前にね忘れちゃいけないのがこの収納袋ですよね。まあ、せっかくここにループがあるんでループにつけましょうか。こんな感じで、でこうするとですねここに一つの収納ができますので、まあいろんな荷物をねこの中に入れることができます。まあ、ちょっと今荷物がないんであれですけど、結構入りますよこれ。これが入ってましたからね。まあ、このコットの上に置きたくない荷物とか、あと地面にね直接置いたりするのはちょっとなっていうような荷物をこの中に入れられるっていうのは、これはねいい機能じゃないでしょうか。だいたい袋ってね遊んじゃうので、遊んじゃうかどっか行っちゃうかどっちかなんで、まあ、そう考えると、うん、こういう機能があるのは嬉しいですね。さあそしてね次のねテントですよ。テントなんですけども、よいしょ、まあ、こんな感じで入ってまして、このね紐がなくしそうなんですけど、まあ、紐はちょっとこの中に入れとこう。でこれがインナーで、これがフライシートで、じゃペグがついてるんですよね。ペグがついてて、あ、このロープもついてますね。ロープもついてて、ペグが2、4、5、8、10本、ペグが10本とロープがついていると。じゃあちょっとやっていきましょうか。まずインナーですね。インナーを広げます。で、まあ、これがインナーですよね。でインナーを広げるような形になるんですが、最初組み立てた時に気づかなかったんですが、ここ
ここがね袋状になってるんですよ。ここにファスナーがあって、でこれがまあポイントになってまして、広げてですね、この裏側の袋をコットにかぶせます。で反対側も同じようにかぶせます。かぶせるんですが結構無理があったりするので、その時にこのファスナーなんだと思います。これでかぶせて、でこのファスナーを閉じると、でこうすることによって初めてテントが動かなくなります。で今度はフレームなんですけども、まあ、これはねただ単純に組み立てていってもらえればいいと思います。こんな感じでこの形のフレームがね2つあります。で先っぽですね、先っぽをまあそれぞれループに通していくんですよね。クロスさせる形になるんですけども、まあ、ちょっとこういう風に安定しないんで、まあ、持ちながらって感じですかね。でこれにですねインナーテントをくっつけていくんですけども、まず最初にここにね紐がありますんで、紐でくくってあげます。であとはですねフックがついてますんで、フックを全部取り付ければ OK です。でここにフライシートをかぶせていきます。よいしょ。まあ、フライシートに関してはですね、確実に結露する素材だと思います。なのでちょっとね今の時期冬とかには向いてないとは思うんですけど、まあまあそれでもね、僕は多分これでも全然過ごせると思うんで問題はないかなと思います。でフライシートをかぶせたらですね、フライシートにこんなのがついてますので、インナーとくっつけると。であとは調整です。紐を引っ張ればきつさが調整できるようになってます。さあこれで一応ね完成ではあるんですけども、ちょっと開けてみましょうか。これね前後からね開けられるようになってるんですよ。表から見るとこんな感じです。表はこんな感じになってまして、まあ、表と裏どっちでもいいと思うんですけどね。で裏側はこんな感じになってます。で、フックがありますんで袋をねここに引っ掛けてます。まあ、普段はですねテントが入っている袋ですが、使ってない時ですよね、使ってない時もこんな感じで有効活用ができるようになっております。これは夏は相当涼しいと思いますよ。両方開いてますからね。あともう一個ですね、この下ですよね、下にこのねインナーテントの紐があります。2箇所あるんですけども、前後2箇所ですね、なので4箇所か、4箇所をこうやって足で結んであげてます。これで余計にね動くことがないと思います。で付属でですねポールが2本ついてます。ポールが2本ついてますので、ここですよね、ここをチャノピーって言うんだっけ、なんかこう日よけで使うことができます。このポールの長さなんですけども、何センチだろう、ちょっと大体で申し訳ないんですが150ですね、150センチのポールなので、どうかな、もうちょい短くてもいいと思いますけどね、ここぐらいでもいいと思うんで、そうだね140とかでも全然いいと思いますね。まあ、こんな感じで、まあ、日よけを使いながらですね使うってこともできますし、なんといってもね軽いのと、あとミニマムさですよね。ここにテーブルがあったら、うん、もうこれで収まっちゃったりとかするので、その荷物を少なくしたいっていう時にはかなりいいんじゃないかなと思います。まあ一応ねこれ前後開きますんで、まあ、どっちかで換気しながら使うっていうのがいいのかな。春先から秋にかけてはこれはねかなり活躍しそうな気がします。まあ本当一人用って感じでしょうかね。ただこれねこのポールのやり方によっちゃこっちが倒れてきそうなんで、そこはちょっと注意かな。まあ、このテント自体を固定しちゃえばいいんですけど、まあ、ここですよね、こことここの2箇所にロープを止めるとこありますんで、まあ、ここからロープ張っちゃうと。で
反対側も同じようにありますので、まあ、こっち側もロープ張っちゃうとすればだいぶ固定されると思います。でこれね見ていただいて分かると思うんですが、床がね浮いてます。地面から浮いてるので、よくあるね例えば冬場とかってグランドシートがねなかなか乾かないとかってことがあると思うんですけども、まあ、大体キャンプ場の朝になるとですねみんなグランドシートをどっかその辺に干してる風景っていうのがねあると思うんですが、これだと、まあ、濡れたとして足の先っぽだけなんで、まあ、言ったらね乾かす必要がないと思います。ちょっと拭いたら終わりだと思うので、このグランドシートとかを乾かす手間とかもないっていうのは、まあ、僕みたいにね撤収をとにかく早くやりたいっていう人間にとってはかなり嬉しいなと思います。まあ、例えばねファミリーキャンプとか行くとそうはいかないんですけど、ソロキャンプとかだとなんだろうな、自分が一人横になれる空間があれば、まあ、十分だったりとかするので、これはね十分じゃないかな。十分だし、ここにテーブルがあれば全部それで収まるし、撤収も早いでしょって考えたらいいことずくめだと思うな。ただ僕としては冬使ってもいいんだけど、春から秋にかけてのテントとしては最高だと思う。だから今使うじゃなくて今後使うテントとしてめっちゃいいんじゃないでしょうか。まあ、実際僕これ多分使っていくと思います。今一人用であるテントっていうのがですね DOD の5人用のテント、もしくはネイチャーハイクのクラウドアップ2だったかな、あとは、ワンティグリスのロックシールドか、これのどれかなんですけども、ロックシールドも結局まあすごく広くていいんだけど、やっぱりコットはコットで準備しないといけなくて、今これもコットはコット準備しないといけないんですが、まあ、一体型なんでかなり楽はできますよね。そしてまあこじんまりしてるっていうのも結構いいんじゃないかな。この横が気になりますけどね、すげえ横がヒラヒラするのがめっちゃ気になるけど、これもなんか解決できればいいんだけどな。まあヒラヒラするのが気になるっていうぐらいでしょうか、欠点といえば。で今回はですねこれに加えてもう一品、ご提供いただいてますので、ご紹介したいなと思います。こちらなんですけども、わかりますかね、なんだか結構立派な袋に入ってるんですが、焚き火台です。でこちらなんですけども、中身がねまずねこれ耐火シートです。それと網が2つで、これもついてるんですよね、こちらの風防。そしてこれが焚き火台です。これが焚き火台の本体になります。まあ、とりあえずねこの焚き火台がどんなものなのよということでお見せしていきたいんですが、まあ、折りたたみ式の焚き火台ですよね。こうなってるのか、こうなってて、こっちがこうなってて、これがこうなってて、最後の一つがこうなっていると、こんな形です。でこれをねこんな感じで引っ掛けます。でこちらも2箇所ありますんで、これを引っ掛けます。ほんで組み立てたらですね、この端っこに輪っかがあります。輪っかがあるので、まあ、輪っかを、まあ、好きなところでいいと思うんですけど、くっつけていくと、まあ、基本これだけで焚き火台としては使えると思います。こんな感じですね。で、まあ、この下にですね炭を置いてもいいですし、固形燃料とか置いてもいいし、まあ、普通に薪を置いてね焚き火をしてもいいというようなものになってます。ただこれ台だとこのねスパッタシート、耐火シート一応ついてるんですけども、
まあ、ギリギリですね。ギリギリだから、まあ、もうちょっと大きいものを用意した方が、まあ、安心っちゃ安心かもしれないですね。まあ、ただね、最初から、こういったね焚き火シートがついてるっていうのはかなり優しいと思います。で、あと上ですね。上はね、これどうかなって思ってるんですけどね。僕正直これで止めるようになってるんですよ。わかりますかね、なんかキーホルダーみたいな、これで止めるんだけど、これで止めて果たしてその焚き火台としてその焚き火の熱とかに耐えられるのかなとか、思っちゃってどうかなって感じはするんですけどね。で、今ね、ここの穴に通しました。ここの穴に通すと結構動くんですよ。結構動くからっつって、ここもう一個ここにね穴があるんですけど、ここに通そうとすると結構厳しいんですよね、長さ的に。ちょっとやってみますよ。こっちからだと長さが足らないから、こっち側からかな。やっぱなんか1個はここの方がいい気がしますね。ここ行っちゃうと、ここ行っちゃうとちょっと厳しい気がする。届かないっつうか、ちょっと厳しいな。で、この上にですね、なんでこういった網があるかっていうとですね、この網自体が、なんて言うんだろう、その食品を置いても大丈夫な網らしいんですよ。ステンレスのなんかでできてたんですよね。だから、まあ、この上で、例えば焼き鳥焼いたり、肉焼いたりができるよって話だったんですけども、まあ、物が置きやすくなるっていうのは絶対あると思うんですけど、シェラカップとかね、なんかいろんなものが置きやすくはなると思うんですけども、なかなかね、こういった網で僕は食材を焼くっていう経験がないので、まあね、この焚き火台自体は面白いもんだと思うんですよ。すごくちっちゃくなるし、持ち運びしやすいしっていうのがあるんだけど、この上の網に関してはね、僕は個人的にはいらないかなって感じがするかな。ここのね、上自体はさっきね、こう組み立てたじゃないですか。組み立てた時になんかちょっと弱そうだなと思われる方もいるかもしれないんですが、これかなり強いんですよ。もうびくともしない感じなんで、普通に料理とかする分には全然大丈夫だと思います。この下ですね、下もまあまあ大丈夫じゃないかな。え、大丈夫かこれ。今ピンって言いましたけど外れましたね。もうちょっと強度的に考えないといけないんじゃないかなって感じがするな。焚き火とか乗せるとね、絶対その、なんて言うんだろう、重さでここが広がってきちゃうと思うので、この輪っかですね、これです。この輪っかが絶対広がってくると思うんで、これはちょっといただけない感じがする。いただけない感じがするというか、これも外してしまってですね、もうちょっと大きいリングとかに自分で付け替える方がいいんじゃないかな。そもそもこの輪っかじゃなくて、こっち側の、なんて言うんだろう、こうぐるぐる回して止めるやつになってるんで、こっち側でよくねって感じがしますね。全部なんでこの作りなんだ。輪っかを違うものに変えるべきだと思います。これで壊れるようじゃちょっと薪とか乗せるの怖いなって感じがするかな。あ、そっか、そもそもこの大きさだから手のひらサイズぐらいしかないんで、大きい薪を乗せるってことを想定してないのか。なるほど。であれば、まあこんなもんなのかな。まあ、本来であればですね、このコットテントを使いながら、この焚き火台も使って、まあ、キャンプ場で一泊してってことをやりたかったんですけども、まあ、一番最初にお話した通りにですね、岩国市っていうもの自体がですね、今コロナがめちゃめちゃ多くてですね、ちょっと外に出るのがはばかられるという感じでありながら、なおかつ岩国市っていうものにキャンプ場がないんですよね、はっきり言って。なので、ちょっと今回はね、こういった状態で撮影してますけども、今ね、ここもね、キャンプ場ではないんで、焚き火もできないという感じです。なので、まあ、ちょっと雰囲気だけになってしまうんですけども、まあまあ、なんとなく雰囲気が伝われば幸いです。この焚き火台はだいたい手のひらサイズですね。手のひらサイズぐらいの大きさで、大と小があります。手のひらよりちょっと大きいかな、一回り二
二回り大きい感じで、大と小がありまして、僕はね大の方を選んだんですけども、小の方だとねもうちょっとちっちゃいのかな。まあ実用性があるのは僕は大かなと思ったんで今回大を選んだんですけども、その辺はですねぜひですね幕開けで今クラウドファンディング中ですので、そちらの方を見ていただければなと思います。さあそれではですね360度カメラで、この中を見ていってみましょうか。上の部分にはですねちゃんと、ランタンフックがあります。で、右側には特にフックとかはないかな、まくり上げる時のものがついてるぐらいですかね。左側も同じような感じです。ちょっと横になってみますけども、横になるとどうでしょう、こんな感じですね。まあギリギリかな、ギリギリ感は、コットだけだとねだいぶ楽なんですけど、テントつけるとやっぱりギリギリ感は否めないですね。そうだな、インナーテントがあるんでねどうしてもギリギリな感じになっちゃいますけども、身長がね180センチとかあるとまあ絶対無理だと思うんですが、まあ僕ぐらいのね170ないぐらいだったら全然入れるかなという感じです。入れるかなというか、まあ、このまま寝れますね普通に。じゃあ一回ねこの前面部分閉じてみようと思います。閉じるときはまあこれ外せばいいだけですね。これでよし、ちょっと中入ってみます。これで中に入ってみると、こんな感じです。今ちょっと片側空いてますけどね、片側空いてますけども、こっち側はインナーテントつけてない状態、こっち側はインナーテントがある状態ですけど、どうでしょう、一度全部閉じたバージョンもやりますか。よいしょ、またこれね前と後ろで閉じ方が違うっていうのもね面白いですよね。閉めるとだいぶね圧迫感は出ると思うんですけど、どうでしょう、これが閉めた状態、僕一人だとね全然余裕で寝れるなって感じしますけど、だいぶこじんまりしてますね。でこじんまりしてるので、これ例えばね家キャンプとか家の外の庭でやるとかね、例えばあとは公園に行ってですね楽しむとか、そういった使い方もできると思います。まあ、完璧にね一人用のテントって感じですよね。で、まあ、このテントなんですけども、まあ、いいとことしてはですねやっぱり軽さがあると思います。軽さがあるので例えばこう閉めますよね、閉めてなんかちょっとここ日が照りすぎるなとか位置を変えたいなって時、位置を変えたいなっていう時でもですね普通にこうやって持っていきます。持っていけるし裏表を変えてみたりとか角度を変えてみたりとか、まあ日よけを出すとですねこれができなくなってしまうんですけども、まあこの状態で使う限りはそういったこともねかなり簡単にできるので、これはかなり扱いやすいテントじゃないでしょうか。
ということで今回はナチュラルドロップさんのテントコット、こちらをご紹介してみました。ただいまですね、幕開けでクラウドファンディング中ですので、気になる方はぜひ見てみてください。それでは